全然構えてなかったからね、バッター。ああ、こねえなぐらいにね、やれるなこれ。完全な頭脳プレー。冗談だからね。こいつら全員来ないんだよ。新宿から新宿よりいくつ俺2つ入ってんだけど2人でスポーツクラブインストラクターやってんの24時間とあとティップネットオアシスチョコザップチョコザップだからオアシスやめろって言われたでもあのモモがどうしたのでお尻とモモがすごい3年くらい行ってないけどえ、そうなの逆回避これやばいっすね1万2000なしてそれ3年もったいねえなあ3年どこでよ2002年から100万円ぐらい払ってんじゃん。もう全然払ってんじゃんもうとっぴに払ってんじゃんやめよ、まあ、カレー王様だからビーズのライブ何回行けるよまた行くの？日産スタジアムすごいね日産スタジアム武道館で長渕剛オッケー行ったこれ行ったろ行ったろあんなの見ちゃうとね力みがめっちゃ力んじゃうあと4点弱かよくぶっ飛ばしましたねそこまで振り切ったらみんな大振りになっちゃう君は無理だからこういうとすげえわナイスアプローチグリーンオンですね今のお母さん真似しなくていいからねお母さん分かってるけど真似しなくていいいいよいいよ1番2番はね仕事すればいいよ塁に出ないよ何でもいいからでもたまに打つからなガツンとでかいはいこれだったなもう先に花火上がっちゃってるよ先に上がったよ、花火がいや、マジ羨ましいよ、ぶちこいいや、最高藤部さん、さっきのさっきのね久々の攻撃何でですか結構攻撃おー、来たおー、来た丸三つよっちなべこ、ホームやばいいやー今だしごめんしょうがない今だ
半端じゃないの帰ってきたぞ今。いやいやしょうがないしょうがない。なんだよあれ。あれは無理だよな。今では渡辺組みたいな。半端じゃないぞ今日帰ってきたよ。めっちゃ答え。ねえ私。うちのエースの。